たは笑って虹を描いた。こんな違う僕ら出会うはずもないはずもなかったさ。泣かないでいて秘密の約束消えない傷跡守りたいと言ってしまえたらきっと楽になるけれど、どうしようもないほどにもう引き裂かれない。本当の言葉聞きたくもない。口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう。形のない約束いつだって思い出して、写真に残らない思い出を焼き付けて、待たせたな、お前ら。遅い。入れ替わんのにどんだけ時間かかってんだよ。うわ、悪い悪い。帰ろうぜ。もう遅いし、明日また仕切り直しましょう。あんたたちがグズグズしてるから。やれやれ、7人目の魔女探しは進展なしのようだ。部室にタマキがいた？嘘でしょ？全然気づかなかったわ。すげえな、透明人間の能力って。マジか。お気楽な連中ね。どうしたの、宮村くん。実は俺、お前らに隠してたことがあるんだ。俺には同じ朱雀高校に通う一個上の姉がいてさ、姉貴が7人目の魔女の情報を知っているはずだ。はあ、どういうことだよ。なんでそんな大事なこと黙ってたのよ。とにかくついてこい。これから俺の家に行く。お姉さんのこと全然知らなかったわ。姉貴は学校に行ってねえからな。登校拒否なの？その原因となったのが7人目の魔女だ。おい、レオナ、お前に話があるってやつが来てるんだけど。お、まさ、ハサミってなわけで山田、あとは頑張る。おい、待て宮村、なんで俺が。一番問題を解決したがってんのはお前だろ。だからっていきなり。うるさい。おかねえ。けどこの女が唯一の手がかり、やるしかねえ。俺はあんたに出て行けと言っている。これ以上偽るつもりなら容赦はせぬ。わかった。だがその前に。これは何がどうなっている。こいつは入れ替わりの能力か、虎之助。能力にまで手を出していたとは、愚か者が。そこまで分かってんなら話は早え。情報を教える気がないんなら、こうするまでだぜ。お前、何考えてんだ、山田。今、あんたの体は俺の支配下にあることを忘れるなよ。ほう、そんな手があったとならば、私も脱ごうか。これで未来が変わるなら裸になるくらい安いものだわ。どうした、お前は脱がないのか。頼むから下着を履いてくれ。ならば立ち去れ。それだけは絶対にできないんだよ。あんたにどんな理由があって学校に行ってねえのか知らねえが、俺には学校に行く理由があるんだよ。もしもこのまま未来が変えられねえのなら、俺にはもう学校に行く理由なんてなくなっちまうんだ。聞かせてみろ。くだらん、実にくだらんな。好きな女を助けたいがために7人目の魔女を探しているなど。そうですが。そんなくだらん理由で私に抗おうとしたのか。だが面白い。お、いいだろう。これから私の知っていることを全て話す。本当か。
結論から言うと、私は7人目の魔女を知っている。つまり私が教えれば未来は必ず変えられる。教えてくれ今すぐ。それはできん。え、まだお前の覚悟を聞いていないからな。覚悟？7人目の魔女は別格。したがってこれは究極の選択なんだ。お前は魔女を見つけることによって白石うららには二度と会えなくなるのだからな。ちょっと待ってくれ。俺が白石に会えなくなるってことは、それはつまり白石が危険な目に遭うってことか。7人目の魔女は白石に何をしようってんだよ。教えてくれ。落ち着け。危険な目に遭うのはお前の方だ。俺か山田、お前は7人目の魔女の名前を知った瞬間、魔女に関する記憶を全て消されることになる。記憶を全て？全然大したことねえな。は？お前は本当にそう思うのか？これはとても恐ろしいことだ。私は今も彼女から逃げているのだからな。え、あんたが？幸い私は難を逃れたが、共に研究していたもう一人の部員は魔女に関することを一切忘れていた。だから消えちまうのは魔女に関する記憶だけなんだろ？ならどうでもいいよ。というわけらしいんだ。一応報告しておこうと思ってな。カレーパーティーかよ！私たちはあなたにもう一度魔女のことを教えればいいってことね。それともう一つ、記憶がなくなった俺を見つけたら何とかして部に引き戻してほしいんだ。俺たちはもともと魔女がきっかけで出会ったわけだし、俺が魔女のことを忘れたらお前らに会う前の状態に戻っちまうってわけだ。だから必ず声をかけてくれよな。バカね。私たちはどんな手を使ってでも必ずあなたを連れ戻すわ。おい、7人目の魔女は3年 F 組西園寺理科。大正解！しかし本当に7人目の魔女を突き止めるとは。おめでとう。次期会長は宮村君に決定だ。よかったね、山田君。ああ。山田君、もしこの先困った時は僕のところへおいで。これでいいのね。ああ、白石はすぐに帰れ。ええ。なんでついてくるんだよ。俺といると危険なんだぞ。分かってるのか。分かってないのはあなたの方。はあ？あなたの記憶が消えてもすぐに私とキスして入れ替われば能力の存在を教えられるわ。無茶言うな。7人目の魔女に白石まで記憶を消されたらそれこそおしまいだ。平気よ、走って逃げるから。それができるなら俺だってそうするわ。いいから帰れ。まだついてくるっつうならお前を。うわっ！いや、これは悪い。山田君、あなたが最初にキスしたのは私よ。だからこの次も最初にキスするのは私だわ。わかった。なら俺は絶対一番最初に白石に会いに行く。それでいいだろう。さあ、じゃあどいてくれる？え？おお！終わったー。そうなの？始まりなんじゃないの？
お前か。はじめまして、山田龍君。私は西園寺理科、7人目の魔女だよ。ねえねえ、ところで山田君さ、どうしてパンツ履いてないのかな。え、本当だ、あいつだ。もしかして山田君、理科と同じ変態さん。実は理科もパンツ履いてないんだ。え、は一度うっかり履かないで学校に来ちゃったことがあって、その時からスリルが快感になっちゃったの。仲間だね。いや、俺はそういう類じゃねえんだが。かわいいね。はい、これ。なんなんだこいつは。本当に魔女の記憶を消しに来たのか。さてっと始めよっか。まずは目を閉じてくれるかな。じゃあリカちゃん、もう行くね。おい待てよ、記憶消すんじゃねえのかよ。うん、もう消したよ。なはずねえだろ。詳しいことはそれに書いてあるから。じゃあ行くね、バイビー。効果が現れるまで最長24時間かかります。家に帰ってゆっくり休むこと、生徒会の診断を受けてって。薬の追加費か。24時間ってことはまだ効果が現れてねえってことか。お兄ちゃん、ご飯。お兄ちゃん、お風呂。お兄ちゃん、起きて。おはよう。次マラソンだってよ。ダーリー、この間のテストを返す。もう放課後かっていうか、記憶消えてねえんだけど。ひょっとして俺、西園寺の能力にかからなかったのか。つーか、あんな感動的な約束をして今さら消えてませんでしたとかありえねえ。いや、いっそしばらく記憶がなくなったふりをしてからおもむろに。正直に言っちまおう。いや、お前ら、なんか俺記憶消えなかったっぽいわ。え、何。お前 B 組の山田。俺たちに何か用かな。いや、なんでもねえわ。そうか、そういうことだったんだ。亡くなったのは俺の記憶じゃない、奴らから俺の記憶がなくなったんだ。これは魔女の能力が通用しない君に施された特別措置なんだよ。そもそも7人全ての魔女の存在は生徒会長以外は知ってはならない掟になっている。だから消えた記憶は二度と元に戻らない。全ては学校の秩序を保つためだ。どうか僕を許してほしい。お、そういうことなら許すも許さねえもねえだろ。この感じ久々だな。無様なものだな、山田君。玉木、お前俺のこと覚えてるのか。何せ僕と君は同類、魔女の能力は通用しないからね。学校の中で二人だけの記憶保持者ってわけさ。それより大事な話があるんだ。話？僕と手を組まないか。断る。はや。そもそも諸悪の根源はあの生徒会長。ならば今こそ僕たち二人の力であの絶対権力者山崎春馬を亡き者にしてやろうじゃないか。うん、よし。本当に僕と手を組む気はないのかい。だからねって言ってんだろ。待ってくれ、それじゃ困るんだよ。僕はこの先ずっと一人になってしまう。一人。あ、西園寺理科、彼女が7人目。やっほー。
盗み聞きは良くないね。だっせ。今まで散々人を寄せつけなかったのに、忘れ去られたら去られたで寂しいのかよ。僕はちゃんと山崎の言いなりになって、アスカ・ミコトの能力を消し、この学校に尽くしてきたんだ。それなのに会長になるという目標すら奪われたんだぞ。そんなもんチャランポランで何も感じてない君に一体何が。うるせえ、俺だってどうしていいかわかんねえんだよ。白石。山田君に話があって来たんだけど。話？話って何かな。昨日部室まで来たでしょ。もしかして入部するつもりだった？いや、その気はない。そう、じゃあまた明日ね。俺と付き合ってください。あ、ごめんなさい。そうだよな、突然言われたら驚くに決まってるよな。じゃああれだ、返事はまた今度ってことで。そうじゃないの。あ、私他に好きな人がいるから。気にすることはないさ、山田君。失恋など小さなことだ。それよりどうだい、僕と手を組むのは。あ、誰だ、あいつの好きなやつって誰なんだ。え、振られて落ち込んでたんじゃなかったのかい。振られたら諦めなきゃいけねえ決まりなんてあるのかよ。え、合宿の時うららちゃんからちゃんと好きな人の名前を聞いたんだけど。誰だよ。それがね、思い出せないのよね。思い出せねえって。私はうららちゃんの好きな人って宮村だと思うけどね。あ、宮村と出会ったきっかけっていうのが、二人で階段から落ちたからなんだって。なあ玉木、消えた記憶は二度と戻らないってやつ本当だと思うか。さてどうだろうな。これまでの魔女のことを考えると、能力の効果が消えることはまあまあある。だよな。よし決めた。俺は白石の記憶を取り戻す。はあ？俺はあの状況で振られたのに納得いってねえ。あいつの本当の気持ちも確かめねえで引き下がりたくもねえ。だからもう一度あいつに告白する。それはいいけど、具体的にどうするつもりなのかな。強行突破だ。すでに伝えたはずだ。方法なんてないってね。そこをどうにかお出しす。どうもこうも知らないものは教えられないよ。それに今ちょっと面倒なことになっていてね。君の記憶を失った魔女たちが暴走を始めてるんだよ。暴走だ。魔女はみんな山田君と出会って変わった。だが君の記憶がなくなったことで、彼女たちは以前の状態に、いや、もっと困った状態になってしまった。生徒会長の任期もそろそろ終わろうというのに頭が痛い。会長、追加の書類です。そんなわけで僕は今忙しいんだ。くっそ、何か次の手を。あなたが山田ね。白石さんに告白して振られたんですって。なんで知ってんだ。相手が宮村だと勝ち目はないわね。なんだと。でもここだけの話、私の力を使えば白石さんと宮村の中を引き裂くことができちゃうのよ。詳しくは言えないけど、この私の力をもってすればね。中庭で待ってるわ。覚悟が決まったらいらっしゃい。山崎が言ってた以前の状態にって、つまり小田切は自分の親衛隊の増員を企んでいるってことか。冗談じゃねえ。いや、話に乗ってみるのもありかもしれない。ああ、そうすればトリコの能力が使えるようになる。
ずいぶん動きやすくなるんじゃないか。おお。いや、待たせちまって悪い。突然用事ができちゃってさ。で、お前の言う力って何？遅かったじゃない！こんな時間まで何してたのよ！罰として私とキスしなさい。そうしたら許してあげるし、あなたを私の仲間に入れてあげるわ。わかった。してやるよ。待って、普通少しはためらうものでしょ。やれって言ったのはお前だろ。それはそうだけど、あなた私とキスしたくて仕方ないのね。いいわ。よし、でかしたぞ山田くん。ん？あしないし、今のはそういうんじゃなくて、その…別に、何とも思ってないわ。あなたが他の人と何をしようが、私には関係ないもの。そうだよな。俺はなんで言い訳なんかしてるんだよ。今の俺は、白石にとってどうでもいい存在なのに。でも、もし記憶がこのまま戻らなかったとしたら…誤解を解かなきゃダメだ。言わねえと今まで起きたこと全部。白石、あのさ、実は俺、お前に話さなきゃいけないことが。言ったでしょ、私には好きな人がいるって。なのにどうしてこんな気持ちになるの。山田くん、あなたは一体誰。君に染まるキャンめくるページの中重ねて二人一つに奏でてみたい。台本通りの青春じゃ青春とは呼べなくて、制服の下秘密のまなざし何か面白い能力使わんのか。俺は至って平凡な高校生だ。なんだつまらん。次回、山田くんと7人の魔女白石をどこにやった。そういう姉貴はどうなんだ。ハサミ投げなら得意だぞ。